親の血を引く兄弟よりも固い血の義兄弟。こんな小さな杯だけど男命をかけて変わりはしても誠の一文字心に抱いて決めた道なら迷いはしない胸に刻んで腹に収めて男一代どうもようこそ駒劇場へおいでいただきましてありがとうございます。皆様方のご支援のおかげで北島三郎も歌手になって41年、そして駒劇場のこの舞台も今年で34年間毎年踏ましてもらってます。ありがとうございます。ただ34年と言いますけれども毎回大勢の皆さん満員でございます。もうこれ本当に私の自慢というかもう誇りなんです。皆さんのおかげでどこの劇場も空いてんですよ。本当にもうこのコマだけ私のショーだけ皆さんがこう来てくださんでね、
もうこの後は頑張って歌歌います。どうぞ最後までよろしくお願いします。それではこんな歌を3つのメドレーに組んでみました。まずは川から参ります。人生はいくつになっても下ってはいけません。いくつになっても上り坂です。いつかおふくろ角には福が来る。人には寄り添い馬には乗ってみよう。あっても苦労なくても苦労そんなもんだよ。人生はいくつになってもなっても上り坂。さてこの歌も私が好きな歌の一つになりますかね。山という歌です。流れる雲の移り気よりも動かぬ山の雪景色の頑固印の野良にお跡をい生きる親父の横顔に俺は山を見た。俺もなりたい山を見た。時代がどんなに変わっても
いつの日も心の中にふるさとがあります。それが私の歌の原点なのです。津軽海峡を連絡船で渡ったあの頃、今はトンネルで結ばれたふるさと北海道、そんなふるさと函館に皆様方のおかげで立派な北島三郎記念館が昨年の暮れに完成いたしました。私の今日までの道のり、本日ご来場いただきました皆様には、この記念館の一部をどうぞご覧になっていただきます。いかがでございました、私の記念館。どうぞ今度は改めてご来館をお待ちいたしております。最後になりました、変わらぬご支援に感謝を申し上げます。そしてこれからも歌謡界という海峡を力の限り頑張り抜いてまいります。雪になろうが嵐になろうが、この船で。昭和37年、涙船でした。同じ年にこんないい歌もありました。ギター仁義です。雨の裏町とぼとぼと、俺は私のギター弾き、お弾けなすっててめギター一つの渡り鳥にござんす。峠七坂手を振って花の都へ来てから5年、とんとん抜きで
の出ぬおでさ。昭和40年でした。この年はたくさんの歌が出ました。おかげでヒットにつながりました。この歌も隠れたヒットになったんですね。男の涙です。お前を一人で死なせるものか、死ぬときゃ俺も一緒だよ。風呂ばっかりかけてきた、バカな男の目に作詞星野哲郎さん、作曲は今回も指揮を担当してくれてます親友作曲家島津信夫さんです。で、はい、歌北島三郎と来るとどこどこの女と書いた一シリーズというのがあります。13作ありますけれども、この中から3つほどメドレーにこれも組んでみました。まずは函館から参ります。来たぜ函館、さあ川くんの波を乗り越えて、あとは女と言いながら後ろ姿で泣いてた君を思い出すたび会いたくて、とても我慢できなかったよ。そして第4弾となりますと九州は鹿児島です。薩摩の人という歌です。よろしく。来たと君は泣く、雨が降る降る天文館の青いランプに身を寄せ、ああ試練の旅のドラが鳴る。4段からさらに飛びまして第7段です。日本海側に参ります。金沢加賀の人です。君と出会った懲りんぼの酒場に日が灯る、ああ金沢は金沢は3年前と同じ夜が静かに俺を待ってる街だ。
忙しい。いやもう一曲でも多く歌いたいし、本当にさっきも言いましたけど41年今年迎えて歌った歌がもう間もなく、まあ、もっと増えますけどね、もう500曲を迎えようとしています。ですからもう歌はちゃんと3コーラスあるんですけども、とにかく1曲でも1コーラスでもいいからバン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 ときました。皆さんに支えてもらって、何遍も言いますけれども我々歌い手というのは大きくなって、そして完成もありません。そしていろんな歌に挑戦することも大事なんです。で大事なものをなくしちゃいけないんです。私も生意気ですけども、海山今の女シリーズもあります。それから人形の世界もありますけども、意外とこの500に近い歌の中でちょっと少ないというと、私はこの夫婦門の歌が少ない。親と子の間には目には見えない橋があります。そして夫婦で築いていく橋があって、新しい時代へのまた大きな橋もありますというと、もう皆さんお分かりですな。はい、知ってる方どうぞ構いません、一緒に歌ってもらっても結構です。改めて橋を歌います。感謝の心と出会いを大切に、演歌一筋命をかける我らがサブちゃん、改めまして花の都のど真ん中駒劇場へお出かけをくださいましたサブちゃんファンの皆さん、ようこそお越しをくださいました。こうして皆様方の変わらぬご支援があればこそ、駒の舞台も昭和43年を皮切りに34年間連続という自己の持つ記録をさらにさらに更新した、この度の北島三郎座長公演でありますが、サブちゃんの歌を通して語り合える今、しみじみと日本の幸せを感じます。
さあ、いいステージを作ってくださる、これはもう皆様方の熱き拍手はもちろんでありますが、先ほどからご機嫌な演奏で歌謡ショーを支えてくれておりますサブちゃんご自慢の音の仲間たち、その演奏陣をご紹介させていただきましょう。コンダクター、今夜も元気いっぱい指揮を取っていただいてますのは、北島座長とは同じ船村徹門下生の親友同士、改めて作曲家島津信夫さんです。そしてショーの音楽を担当いたしましたバンドマスターの鈴木美沙夫さんを中心に、コーラスにミュージッククリエーション、ストリングス、アンサンブルドリームを従えた名手鈴木美沙夫とジャズキングスオーケストラ、ありがとうございます。そしてお供をさせていただいてます司会の辰巳博士と申します。合わせてよろしくお願いを申し上げます。さて、演歌の王道を行く北島三郎は、原譲二としても数多くの曲を世に送り出しておりますが、中でも人生を語り上げたこの曲もまたサブちゃんの歌謡史を彩る名曲の一つと言えるでありましょう。竹は節目節目で伸びてゆく、ご存知竹です。どうもありがとうございます。この辺からじっくりと一つまた歌も聴いていただきたいと思います。少しこのぐらいになると落ち着くんですね。それまだちょっと飛ばしてきたんですけども、まあ、どっちにしましても私今頃になってこんな話をするのもなんか妙でしょうけれども、去年ですか、
一つお利口さんになりましたというのはね、知らなかったんです。今竹を歌ったから言うわけじゃないんですけども、まあ、もう皆さんご存知のこの竹にはいろんな種類がありますね。で、北海道にある竹は孟宗竹みたいな太い竹はないんですね。細い竹しか。そしてだいたい仙台あたりから宮城県からね、ずっとこの東京を過ぎて京都あたり行くと、こういう太い孟宗、すごいでっかい竹ありますな。あれが孟宗竹で、尺八になってる竹ありますね。あれはまだ間竹とかって言うんだそうですね。で、まあそれはいいんです。別に竹がどうってことじゃないんですけども、ただね、驚いたの、竹は今の歌の通り、いっぺん花が咲いたら竹の一生は終わりなんですって。だからたった一遍しか咲かない。じゃあ竹の子はどうすんのって言ったの。出てきてすぐ食われちゃったら花咲いてる暇ないって言った。いや本当にそうなんです。そうでしょ、だってさ、だってで、じゃあ何年にって言ったらね、まあこれ妄想だけのこと言ったんでしょうかもしれないけど、大体が60年に一遍花咲くんですって。え、そして花が咲いて竹の一生は終わるんだ。なんか人生とちょっと似たとこありません？竹のあの節々を見てますと、あの節目節目にはいろいろと歴史がありますわね、足跡が。人間もそうですな、生まれてからまっすぐずるっとした竹ないですもんね。人生やっぱりデコボコありますわな。うちの親父とおふくろ、このコマ劇場の舞台の何回目かに親父とおふくろを北海道から呼びました。そしてちょうど客席のあの真ん中あたりで見てもらったんですね、ショーを見て。その時にもうポッと私親父とおふくろ見た時に、おふくろはもう出てきて俺の顔見たらすぐ下向いちゃって、もうポロ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 泣いてばっかりいるんです。で、終わってから楽屋行って、どうだったねって言ったら、うちの親父が、いやー、いいかった、いいかったーって、すごい喜んでくれました。それからまた何年か後に、私は両親をと思ったんですけれども、残念ながら親父一人になりました。で、同じような場所で親父に舞台を見てもらった時に、なんかこの辺でピカピカっと光ったんですね。で、なんか光るもの持ってたかい、バカに光って見えたけどよっつって、俺言ったらさ、いやー、母さんの写真だよっつって。親父はここへおふくろの写真をこう抱えながら私の舞台を見てた。そんな親父もちょうど亡くなって今年で4年になります。90まで頑張りました。はい。で、おふくろは20年前に、ちょうど今年の10月、12月が来ると20年経ちます。もう親がいないとこんなに寂しいもんかな。親のありがたさ、親の尊さ、親の大事さ、時には親の優しさ、あるいは親の厳しさを、なんか今になってね、親恋しく思うんですな。今頃に気がついても遅いんですよね。奥手なんですね、私も。今日はこの歌でそんな親父をちょっと思い出してみたいと思います。父親と書いて親父という歌です。よろしく。黒の証、元気でいやれよと、あの目に涙。親父、親父、優しさありがとう。
プロ愛したように俺を惚れさす女と添えた。ここから転がるそれよりも一から焦らず登って行けと諭したあの声今でも残る。親父根性ありがとう。受けたからには返すが人の誠情けや恩の道、こんな詩が大好きです。いい詩をもらったんで生意気に曲をつけてみました。今度は情けという歌です。よろしく。からには返すな人のまこと情けや恩の道、それを一生忘れちゃならぬ春に花咲く目を吹く草木も大地の恩を知る。辛い涙も悔しいことも生きる男の足跡さ。男一本一途な夢を情け尽くして越えてゆく命絆の人の道。名曲はいつまでも歌われいつまでも残ります。歌手にさせてもらった以上はやっぱりいつまでも残る、そんな名曲に会うことも大切ですな。おかげで皆さんのおかげで北島にも名曲があります。これから歌いますこの歌なんかも、ああサブちゃん名曲だぞときっと言ってくれるでしょう。さあ風雪流れ旅という歌です。Thank you.
破れ一重に三味線だけば寄され寄されと雪が降る牧野十六短い指に息を吹きかけ越えてきた愛や愛やすがる八の部大港少しは楽しんでいただけましたでしょうか。海から丘へ船も上がってしまいました。北島丸、去年見た方、あれ今年はなんだ船動かねえのかなと思っている方もいらっしゃると思います。後ろの絵を見てください。絵です。あれは描いたんですよ。山に雪が持って灯台だって、ただ灯台があるだけ、あれ明かりが入るんです。ほら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 、照明さんです、ね、海のな、あの絵にちょっと照明を加えると本当に波が立っているように見える。これがまた憎いでしょ。なんか山に雪があって星は綺麗だけれどもちょっと寒々としてます。この漁場はもしかしたら南の漁場じゃありませんだからな。どこの漁場だっつって、北の漁場だそうだよね、北の漁場だってさ。じゃあ行こうか。それ。
もうこの仕事ばさ おー来たな銭の重さを数えて帰るあてはない200回のギリギリにあをかけてゆく海の男だよ北の両場よ男の死に場所さよく言う言葉に孫にも衣装って言いますけどもなんか本当に漁師みたいだなこうやって見てなんかここはね舞台って感じしないはっきり言って大岡、はい、の港にいる感じ船はあそこにあるけれども今年の船は動かないんじゃねえかと思ってる方が圧倒的に多いんだ、はい、これ動かないんだろいやいやあのこの北島丸でですね北島丸どうするこれから漁に出るところです漁に出るはい漁に出る網をかける網をはいおら本当かよ本当ですよ俺も行きたいね一緒に行きますか行きたいよだって行くんだってだってこれいろんな荷物がこんなもんうちもあるじゃん大丈夫です片付けるやいいよおい片付けるちょっと片付けてくれるかいいね寮に行くんだってさ皆さんでもこの格好じゃ俺行くんだって、はい、いやいやお待ち遠さまでございますなんだよ急え用意はできておりますか着替えましょうはい黒ねしかしもうすかさず着てを用意してたんだじゃあ長靴履くと、はい、いやいや長靴履くとな水虫があるもんでな水中とも言うんだこれはいありがとうね、はいはい、おこれもね、はい、おおじゃあ端巻き端巻き端巻きしちゃうはいかよしやってよややどうだいいねどうだいいよおっ、恋しいふらふらしてきちゃった船に乗る前に酔っ払っちゃった感じいやでもなんか気持ちが漁師になった感じになりますな船がこれから漁師に出るいや漁師じゃなくて漁に出る、はい、北の漁場歌っちゃったからさじゃあちょっとみんな行く人乗ってくれっか、はい、私はこれからじゃあ新曲歌います北の男船という歌が出ました気合を入れたいと思いますよろしくよかったら帰りにお願いしますねよそれじゃあ乗ってみましょう、はい、よしはい気をつけてわざとやったんだよいいねおいこれだ、はい、船に乗って本当にこれイカ釣りぶりとあんまり変わんないぞ大きさ、はいはいはい、船はいいけどさしかしこれエンジンはどうなってるのエンジンお、はい、おい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 いい音してんじゃないか参ったないい感じやいやいやおだいぶ海もしけてきたぞ、それじゃ行くか、北の男船だ雪に
やら弾けもよ。波の続きよ。
すりよ。そうさ担いで生きてきた。もう本当にありがとう。白いふんどし引き締めた裸は歌集に雪が舞う。祭りだ祭りだ祭りだ法然祭り。土の匂いを染み込むせがれその手が宝物。おい！これが北島祭りだがよ。